はいどうもー。あ、てかさ、本日の夢ルフィと最新ガンダムが古いガンダムと戦うって一緒だな。どういうこと？どちらも耐久型でショーアートがヒュイゴーポンポンポン。というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、レッドデオン。というわけでね、はい、本日の夢ルフィ、じゃあ後で説明します。耐久型ですね。はい、で、まあ、最新ガンダムが古いガンダムと戦うとギアドはもう耐久型でございますということでね、はい、ちょっとまず見ていただきたい、まあ、メダルは普段の夢ルフィと一緒なんですけれども、はい、もうこちらですね、見てください。はい、ディフェンダー麦わらゾーングランドラインのサポートをつけております夢ルフィですね。ディフェンダーサポートですね、防御力が200増加すると、はい、からゲージの回復が 10% 増加、まあ、これおまけみたいなもんですよね。うん、で麦わらの一目でクリティカルのダメカット 30%、 はい、でゾーン剣苦手属性ダメカット 15%、 グランドライン同属性ダメカット 15% みたいな感じでね、もう超これは耐久型が感じちゃった耐久型ね、だから究極耐久型のね夢ルフィを皆さんにお届けしたいなと。うん、これのね、まあ、生まれたあれは、まあ、あとリーグでちょっと説明したいんですけれども、とにかく、生きていくと、常に3分間生きたいと思いますね。はい、でも守りの方を割合的には多くしていきたいと。で守りながらも相手をこうね、倒しながら火力をぶち上げていきながらも誰も止められない、そんな夢ルフィを皆さんにお届けできたらいいなと思います。それでは行きますか。うん、相方は一応レイリーさんね、いつも通りちょっと連れていきたいなと思います。はい、じゃあ行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご紹介ください。レッツバウンティー。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いいたします。というわけでね、まあ、このサポートなんですけれども、まあ、思いついたその、理由を説明するとね、まあ、酔っ払って、酒を飲んで、まあ、いい感じにこう酔っ払ってバウンティーを開いて、でなぜかわからないんですけれども、サポートを組んだらこれができてなんですよでそれにまあ気づかず、普段の、まあ、次の日とかね、日が経ってから普通にこのサポートでやってたら、なんかあれなんかいい感じやなみたいな、うん、なんかあれ硬くなったみたいな感じで、改めてサポートをちゃんと見たら、俺なんでディフェンダーで組んでんねやろそんな感じで、完成した、サポートですねたまたまです。はい、でもいい感じだったんでね、そのちょっとリーグ行ってた時はね、だから耐久型なんでね、行きましょう。あ、裏行ったんですけど、まあとりあえず一旦ここですね。うん、一緒にくれてもた、まあ8613全然大丈夫ですね。はい、で回避を使った瞬間僕がボーンですよ。は、今のおかしくない？いや、ちょっと待って、いや、ありがとう、こちらこそありがとうなんやけど、今のおかしくなかった？なんで俺のボーン当たってなかった？どういうことや？ん？まあ、いいでしょうと、まあ、どんどん、耐久型なんでね、守りの意識をちょっと強く持ちつつ、うん、しっかり、火力だけをぶち上げていきたいと思いますね。はい、で、もう誰もが止められないような夢ルフィを完成させていきたいんで、とりあえず、まあ、一旦ちょっと敵さんと戦いたいんですけれども、こう、カムサリ来るかな？あ、斬撃当たったね。いや、オッケー、ロジャーね。オッケー、行きましょう。まだ斬撃当たってもあの程度やから、言ったらね、ジャストで入って、さすがにそれはねと。そこで、まあ、はい、ワンパンですね。そこで回避使う、それはワンパンですよ、ブースト中なんでね。あ、もうこれ耐久をお見せすることなく、これもし終わってしまうんじゃないのか、もしかしてごとりチャンスで。では一応ここ構えときますか、この辺で。はい、降りてきた人、ガトリングでジュッドルルルルとやりたいんですけれども、これ、あ、買っちゃいそうですね。あ、買っちゃいましたね。俺何もしてないわ。ありがとうございます。これはほんまに何もしてない。ミクラさんありがとう。はい、ありがとうございます。次行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。先ほどはね、もう全然耐久がどうとかいうのをあんまり見せることなく試合が終わったんですけれども、今回はいい感じにね、やっていきたいなと思います。やっと。行きましょう。よろしくお願いします。なんかまあ、ぶっちゃけね、そのディフェンダーサポートついてるんで、まあこういうディフェンダーがいない時なんていうのは、まあ、普通に一陣をね、取ってあげて、まあ割とね、ちょっとまあ、うん、10% でも気持ちためんの早いんで、他のアタッカーさんよりかは基本的にはね、普通に考えたら。なんでちょっとだけ貯めてあげといてね、はい、そこからまあ耐久型なんで、どんどん火力を上げながらね、行きたいなと思いますね。はい、あ、まあ、じゃあそれは行きますか。じゃあ行きましょう。間に合わなさそうかな、それは。さすがにそうやんね。オッケー。まあでもまあやりますか、ヤマトさんね。オッケー、まずは、はいはい、無駄回避挟んで、ワン、ツー、オッケー。いいよ、大丈夫。ワン、ツー、スリーね。はい、こういう感じで、どんどん火力上げていくから、俺はね、行くよ。こんなん何歩食らっても大丈夫ですからね。はい、まあ握りますか、じゃあ。握りますか。うん、全然大丈夫。はい、ここジャスト入って、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、はい、ワン、はい、オッケー。火力型、間違えた、超耐久型といえどもね、普通にこういう感じで入るんですよ。うん、僕はおでん、僕、ユメルフィ、こんちは。はい、ドーン
いいでしょ耐久型ね。でこういう感じでね、しっかりと耐えながらも、回復もしながら火力も上げていくという最高のスタイルですよ。行きましょうか。とりあえずちょっと待ってね。こっから、あー、相手ブースト前におでんとか落としたいけどな。どうしよう。危ない。それはさすがに危ない。はい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 。で、あの、変わってくるやろ、変わってくるやろ。オッケーオッケー。やりますか、やりますか、やりますか。イメルフィーさん、どっちが強いんじゃいと。はい、ジャストで入っとけ。ワン、ツーは、ワン、ツー。はい、耐久型と言えどもこの火力ですよ。はいはい、素晴らしい。あ、ちょっと待って、こっち一回守りに行きましょうか。うん。ヤマティさんですね。はいはい、オッケー。で、こんなんはもう、あの、通常に合わせて、こう、もう、あの、通常打つだけなんですけどね。今もう、雷鳴薬器を使ったことによってね、もう、僕のもんですよ、これ。もう、まあ、カウンターでしょ、カウンターでしょ、カウンターでしょ。あー、もうずっと追いかけっこする全然いいけど、相手ブーストやし。まあいいけど。じゃあまあ一回ちょっとまあまあおとなしくしときましょう。こういう時はまあ無理せずですよ。無理せずですよ。で、式に関してはこれ通常に合わせて、まずはい、ガトリング当てますね。うん、この時点でもうあなたのもう負けが確定するんですよねと。はい、スバラ。はいはいはい、オッケーですね。一発ここ無駄回避挟んときましょう。通常打ちましょう。あれ、ここはしゃあない、ここはしゃあない。いや、オッケーです、オッケーです。でも火力の上がったおでんさんでもこのぐらいのダメージで耐えれると残ってるんですよ、体力がね。で、ここは握っていただいても全然構いませんと。はい、もうここではね、はい。もう通常、あ、やべえかも。危ねえ、危ねえ。いや、いい火力は出てます、いい火力は出てます、いい火力は出てます。ただ力も来てます。怖すぎる、これは怖すぎる、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 怖すぎる。いくら耐久型とは言えどもね、いくら言えどもね。はい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 。で、ここ、来るよ、なんか、はい、来るよ来るよ来るよ。飛んでも来るんじゃないか、気をつけろ。でも落ち着け、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 ここ。落ち着け落ち着け落ち着け。そこかも、あ、ナイス、カムサル。はい、いい耐久見せてる。ジャストで入って、ワン、ツー、はい。あー、オッケー、いいですね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 。いい感じに落ち着いて立ち回っていいけど大丈夫なんでね。はい、これ取りに来たけどね、最後ね、取りに来たけど、もう大丈夫なんでね。ワンからの、ジャスト、はい、ワン、ツーの、はい、オッケー、大丈夫、大丈夫。でも取られることはないですね。オッケーですね。いい守りですよね。アタッカーというよりかは、ディフェンダーよりの、アタッカーと、いうことですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。まあ、さっきのね、あれですね、D 旗ら辺でね、ワノ国のね、おでんさんに突火を食らったところなんかもね、やっぱり敵陣ですよ、向こうからしたら。で、火力上がってる状態の突火食らっといて、あれ耐えれたんで、まあ、非常にやっぱりね、耐久型っていいのかなっていう。みんなこっち来た？あれ？ちょっと待って。オッケーオッケー、行こう。多分、まあ、ブースト中なんかもう関係なく、そこはね、サポートとか関係なく普通に、行かれると思いますけどね。それ以外のシーンですよ。ブースト中はもう例外としてね。オッケーオッケー、いいよ、ないですよ。で、これ何来る、うん、何来る。はい、ザンプは、あれ来るかな。これだから通常に合わせて一発これやっといて、はい、これババよ。あ、まあまあ、犬神グレーンはしゃあないよ、これはね。2対1やからしゃあないとして、はい、ワン、ツー、これなんで、何これ、ワン、ツー、あ、ジャストで入っとけ、ワン、ツー、はいはいはい。耐久型と言えどもですよ、耐久型と言えども火力はしっかり思うね、思う存分出していきましょうよということですよ。はい、ナイスですね。まずは四季さんを、討伐完了と。はい、じゃあ次こっちの四季さんですね。何に来ると、はいはいはい。まあ通常かな。ここでヤマトさんちょっと握りしたいんで、ワン、ツーでいきますね、これはね。で、ここからのこれですね。はい、スバラ、はい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 。これカウンターか。オッケー、いけ、はい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 。素晴らしいね。ここ一瞬取っとこうか、これはさすがにね。一瞬取っときましょう。大手ブース終わりに3つこっち取り返せるんで、これはスーパーでかいですね。さあ、こっから守っていきますよと。まずキッドさんの応援来たいですね。そしたらね、ブースト中、おでんさん、ヤマトさん、はい、ツーゲッター来てます。多分、突火食らったらえらいこっちゃなんで、一旦こっち行っておきましょうか。はい、うん。ワン、ツー、はい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 。で、ここ、とつかでしょ、ワン、ツー、はい、ワン、いや、あ、ちょまちょま、はい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 、ガンモでしょ、これガンモでしょ、ガンモでしょ、ジャストで、はい、あ、いやー、今のはちょっと待って、あかんねー。てか、キッドとこの場所がかぶってんのがまず良くないですね。はい、ジャストで入っとけ、これはいただきましたね。うん、オッケー、まあ、しっかりキルしていきましょう。はい、で、火力をしっかりとね、上げていきましょう。はい、ナイスですね。すばらすばらよ。オッケー、で、こ今、回避使ったんで、バチコーン。はい、ナイス。もうこうなってからはもう耐久強いの、ハート来ました。ハート返しておきましょうと。はいはいはい。で、これはしっかりとこれ返していきますよ。ここから。はい、いきますよ。どん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 。オッケー、これで剥がれましたね。っていうことは、ヤマトと俺でいけるんじゃないのかなと。四季が、はい、残破、ナイス。はい、いいですね。シード二人いるでしょ。オッケーです。じゃあ、守っていきましょう。残り40秒なんで、シーエタはきっとおるの。まあまあまあ、レイリーさんもここから来てくるでしょ。オッケーですね。ゲッター
注意、四季と山と注意ですね。あとはまあ大丈夫でしょう。まずは四季さん確実に落としていきですね。うん。ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。レッサー何で来る何で回避使った回避使った。っていうことは、ここら辺かな、ドティーンと、はい、まずは、オッケーオッケー、大丈夫、落ち着いていこう、落ち着いていこう、四季あと1なんで、落ち着いていきましょう。はい、1からのジャスで入れ、まずいかも。いや、待て、さすがにまずい。ただ、でも他が取れるから全然 OK じゃない？まあ結果勝ちなんで OK っすね。まあそんだけ敵さんがそれこっち切れたら勝ちますよと。はいはいはい、OK ですね。はい、すばら。はい、オッケー、ナイス勝利ですよ。いや、いい感じ、いい感じ。みんながいい感じで連携取れての勝利を繋いだという感じですね。どうですか、耐久型ユメルフィ。いい感じじゃなかったかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあラストね、行きたいなと思います。よろしくお願いします。というわけで、まあ今のね、このサポートね、耐久型、究極耐久型っていうサポートなんですけど、まあ今の環境は結構合ってるんじゃないかなと思うんですよ。なぜかというとね、まあ四季が、結構、なんていうんですか、増えたりとかもあるじゃないですか。だから、超回復ブーストのおでんとカイドウ、まあそして回復ブーストの四季っていうのがいるんで、で耐久型でいい感じにね、ちょっとでもこう本来これ普段やったらやられてたかなみたいなシーンでもうちょっと耐えたりみたいなね。でそんな時にこそ生きてくるんですよ、回復ブーストと噛み合ってくるということ でそれが素晴らしいんじゃないかなと僕は、はい、思いますよね。OK、 とりあえずここは1からのドルル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 ルはい、オーケー。全然オーケー。で、こんな感じで、マジで耐久は、まあ、もともとがあるものとして、火力に関しては、エメルフィーに関してはね、ぶち上がっていくんですよね。だからそこが今すごくいいと思いますね。めちゃめちゃこう、噛み合って、噛み合いまくってるのかな、なんてね。はい、思いますよね。今回避使った。どうしよう、こっち。裏行くか。じゃあ、俺一陣見ときますか。二陣はまあ、二人いるんで、一旦ここですよね。トツカ使ったね。はい。じゃあ、一発これは僕が打っときましょうか。オッケー。じゃあ、ここ、一発、ドーン、すばらー。カウンターですかね、これはカウンターですかね。オッケー。じゃあ、まあ、一体、ちょっと任せる。今からいつかったな。じゃあ、これさっきやっつけとこう。はい。で、これ、来る前に一回ちょっと着替えときたい。今回避使ったっていうことは、一発だけ打っときましょう、これ。じゃあ、それ入れ。はい。で、オッケー。ちょ、待って。今、食らった一緒に。大丈夫？オッケー。まあまあ、こっからそう。これがね、さっき言ってたやつ。回復ブースト来るでしょってやつね。はい。で、こっから回復ブーストが来ての、怖い。さすがに今日怖い。どんどん、パーン。素晴らしいと、はい。で、これは次回でまた回復できるとね、これで握ることによってね。はい。いいでしょ。いい感じに耐久して火力上がっていってるでしょ、今ね。こっからですね、だから徐々にこう、守りの意識から攻めの意識に転じていく瞬間、これがそう、そういうとこですね。レイディーが来るのかどっちなんだい、ジャストで入っとかんかい。どんどん、まあ、しゃあねえ。ちょ、待って。ここをゴム人間で僕が見ますよ、一旦。はい、ワン、ツーの、はい、スリー。で、今回避を使ったっていうことはこれがどんどんどんこういうことですね。はい、とりあえず握っときましょうか。で、ヤマトさんが取ってくれると、で、二陣も多分その時間ばったらいけんちゃうかなと思うんですけど、まず減らすでしょう。で、はい、これここで、ここ行きましょうか。レイリーさんですね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワンからのワン、ツー、はい、オッケー。で、これで、いい感じに、スキル使わせの、ここジャストで入ります。はい、で、これで、どんどんと、はい、オッケー。で、ここ取れます。あっち取れます。ナイスです。はい。ここね。僕はおでんしてくんちゃうか？うん。してこないと。ワン、ツー。オッケー。大丈夫。で、初期は大丈夫。で、ここね。はい。ナイス。オッケー。はい。で、ここも守って、初期旗だけですけど、大丈夫そうですか？うん。はい。3、2、1。ふぅー、危なかったねー。めっちゃ負けたかと思った、今。ギリギリやん。はい、ナイスですね。最後 MVP いただきました。というわけでありがとうございます。はい、というわけでね、どうだったでしょうか、究極耐久型のユメルフィーさん。いい感じじゃなかったですか、普通にね。だから、序盤なんかちょっとね、まあ、火力が出ないジーンもありますけれども、徐々にこう生き延びていって、ちょっとずつ火力上げていくことによって、もう耐久矛と盾をね、手にしたユメルフィーさん完成ということですよね。まあ、別にこのレイリーさんね、裏へレイリーさん連れて行ってたんですけれども、普通にまあ、このね、こういうしぶとく生きれるような、で、レイリーさんもジャスト回避で回復できたりもあるんで、普通にね。だからそういうのも結構効いてきたりするのかなみたいな、今の環境に割と
と結構ね、マッチングしてるような、サポートになってるのかなと思いますね。このディフェンダー麦わら、ゾーン系グランドレント、まあ、全てがこう守りに関してのあれですよね、サポートのあれなんでね。はい、よかったら皆さんもね、できそうやったらこのサポートありですよみたいなね感じですよ。まあサポートね、まあこういう感じで、ゾーン系やら、まあフェス限がちょっと割とまあ超フェスとかね、フェス限とかちょっと難しいところもあるかもですけどね、よかったら真似してみてほしいなと思います。参考してほしいなと思います。というわけで本日はこれぐらいで終わりたいなと思います。皆様ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!